どうも、花房皮膚科花房です。今日は肌質ジャッジ、乾燥肌、脂性肌、混合肌、3タイプあると思うんですけど、自分がどれに当たるかっていうのを正確に知ることっていうのはめちゃくちゃ大事なんです。間違ってスキンケアグッズを選ばないようにするためです。これはね、どんなに強調してもしすぎないっていうぐらいね、重要なことなんです。例えば脂性肌なのにものすごい保湿力の強いものを選んでてニキビがたくさんできていたりとか、そういう人がたくさんいらっしゃるので、まずはね、ご自身の肌質を完全に知ることが大事なんです。もし今日の動画が良かったっていう方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。まずは乾燥肌からなんですけど、乾燥肌の方ってどういう特徴があるかっていうと、皮膚があちこちがカサカサしてちっちゃい粉みたいなのを吹くっていう特徴があります。特に口の周りとか目の周りとかフェイスライン、あとはすねとか腰とか、そういったところがね、痒くなりやすいっていう特徴があります。年齢によってね、乾燥肌のね、人は増えていきます。例えばね、65歳以上の高齢者だとすごい増えていくっていうデータがあります。遺伝的に乾燥肌っていう方がいて、そういう方はどういう風に見抜くかっていうと、手のここ親指の基部のあたりの縦のシワがこうすごい目立つ方、そういう方はね、遺伝的に乾燥肌だって言われてるんです。あと年齢よりも目尻のシワが目立ちやすい方っていうのは遺伝的な乾燥肌があるんじゃないかっていうふうに言われていて、遺伝的な乾燥肌のある方っていうのは日本人の 10% 程度がいるって言われてるんですね。気候が関係していて、すごい乾燥するエリアとすごい湿潤なエリアだと乾燥肌の発症頻度は全然違くて、例えば沖縄だと乾燥肌の発症の頻度は少ないんです。冬が乾燥して寒いエリア、例えばこう関東とかかなり乾燥すると思うんですけど、こういったエリアはやっぱり乾燥肌の方が多いですね。乾燥肌の方は保湿するっていうことに尽きるかと思うんですけど、あんまり石鹸でゴシゴシ洗いすぎないとか、タオルでねゴシゴシ拭かないとか洗わないとか、長風呂しないとか、熱いお風呂に入らないとか、衣類をコットンのものを選ぶとか、そういった対策方法があります。次に脂性肌なんですけど、これが結構大事で、脂性肌ってどういった特徴があるかっていうと、まずはね、石鹸洗顔した後でも2時間以内にもうテカってくるんですね、脂性肌の人。特に T ゾーン、額とか鼻とか、この辺りがすごいテカりやすいんです。どういう人がなりやすいかっていうと、一つはね、遺伝的な要因がすごい大きくて、生活習慣とか特に乱れてなくても遺伝的な体質で脂性肌っていう人もいて、あともう一つはね、ホルモンの影響なんです。思春期の頃、性ホルモンがたくさん放出されるので、それに伴って皮脂腺が活発になって脂性肌になってるっていうことが多いですね。食べ物も影響するんですか？食べ物の影響ももちろん多少はあるんでしょうけど、例えばね、油っぽい食べ物をたくさん食べてるとか、あとはね、ジャンクフードの類とかもたくさん食べてると脂性肌になりやすいって言われてるんですけど、思ってるほど食べ物の影響はないんじゃないかなっていう感じですかね。遺伝的な体質とホルモンの影響が決定的だって言われてます。脂性肌の人の対策はまずは洗顔なんです。洗顔も普通の洗顔石鹸を選ぶようにしていただきたいんです。普通の洗顔石鹸をよく泡立てて優しく朝晩洗うのが必要で、運動の後も洗顔石鹸で洗った方がいいです。もちろんテカってきたオイルをティッシュとか使い捨てのウェットティッシュみたいなので拭き取ってもらってもいいんですけど、ゴシゴシやると逆効果になるっていうことが知られてるんです。油取り紙ってどうなんですか？油取り紙も全然使ってもらっていいんですけど、あんまりゴシゴシやるとかえってこう皮脂腺を活性化してしまって脂性肌を悪化させるので、優しくパッパッて拭き取るようにしていただきたいんです。洗顔の時も同じで、ゴシゴシやるメリットってほとんどなくて、こう優しくこう洗い落とすだけで十分なんです。あとね、脂性肌の人も多少はね、保湿した方が良くなるっていう話もあって、そういう論文もあるんです。ただし保湿するにしてもオイルがフリーのもの、オイルが入ってなくてノンコメトジェニックって書いてる保湿剤を使うのがおすすめです。3つ目、混合肌に行きたいんですけど、混合肌って顔の一部は脂性肌の特徴があって、一部は乾燥肌の特徴のある方なんですね。それを混ざってる人を混合肌って呼んでます。典型的なのはこの T ゾーンのあたりが脂性肌で、外側のあたりとかが乾燥肌っていうパターンがほとんどなんですけど、対策はね、保湿の仕方にポイントがあって、さっき言ったみたいに脂性肌でも使える保湿剤ありますよね。ノンオイルかつノンコメトジェニックって書いてる化粧水なんかでさっぱり保湿して、乾燥するところだけ乳液とかクリームで保湿するっていうのがポイントです。では質問コーナーに行きます。乾燥肌よりも脂性肌の方がニキビができやすいのですか？これはそうですね、脂性肌の人の方がこうニキビができやすいっていうのは一般的です。乾燥肌でね、ニキビができる方っていうのもいるんですけど、一般的にはね、脂性肌の人の方が皮脂の分泌が多いので皮脂腺が詰まりやすくてニキビができやすいって言われています。脂性
肌って何が問題なんですか？ちょっとさっきの質問とも被るんですけど、脂性肌って結局拭き取っちゃえば出からないんでいいんですけど、ニキビができやすいっていうのが問題なんです。スキンケアを誤るとニキビができちゃうんで、それで問題っていうわけですね。ニキビができなかったらそんなに大きな問題はないんです。混合肌のスキンケアの仕方が難しいんですが、どのようなものを選べばいいですか？部位によって分けるっていうことですね。いろいろ使い分けるのがめんどくさいっていう方は、鼻と額のこういわゆる T ゾーンのところは保湿しなくていいです。乾燥しやすいフェイスラインとか口周り、目の周りだけ、化粧水乳液とかクリームで保湿するようにするといいと思います。肌質が変わることってあるんですか？普通にあって、皮脂の分泌量っていうのは女性だったらだいたい10代の後半ぐらいにピークがあって、男性だと10代後半から30代の後半ぐらいかなピークがあって、だんだん皮脂の分泌量っていうのは衰えてくるんです。あと女性だったら閉経が終わった後、男性だったら70歳くらいになってくると性ホルモンが減ってくるから、一気に皮脂の分泌が減って乾燥肌になっていくんですね。今日は肌質ジャッジ、乾燥肌、脂性肌、混合肌の3パターンについて解説させていただきました。もし今日の動画がいいと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。